昭和維新とは、1930年代の日本で起こった革新派、国家革新の標語。1920年代から1930年代前半にかけては、戦後強行や世界強行による経済の悪化、敗日未運法や超作林爆殺事件などによる国際社会の不安定化などから、軍部急進派や右翼団体を中心に、特に清掃を繰り返す。 政党政治への敵外心が激しく、また天皇を外界と遮断して国をよぎっている元老、重心ら側近たちへの憎しみも凄まじい。代表的な事件としては5.15事件、2.26事件が挙げられる。昭和新実現を唱えて数々の事件が起こされたが、そのどれもが昭和新実現のための討伐であったり、天中であったりで、 彼を暗殺してからどうするのか、その後誰が何をするのかという部分においては、はなはだ、具体性に欠けていたのが特徴である。日本の政治システムを4日間にわたり空白に、落とし入れた2.26事件でさえ、実行者たちは、皇居を占領し天皇に申請を迫った後の計画を持っていなかった。片山と周は、障害心的な思想を持ちながら、ついに直接行動に出ることはなかった。 安岡正サについて、安岡の近畿革命論はその論理においてなかなかに過激だし、彼は最後まで近畿革命論を裏切ってはいない。しかしその革命論は現実に対して厳格に適用されれば、日本では天皇ただ一人を除いて革命を起こせなくなるという結論に帰結し、それ以外の下々の者が勝手に革命を起こそうと、 するなどあってはならないということになると述べている。戦後においては、右からの変革を主張する民族派の意欲の基本路線であり、スローガンとなった。昭和維新の思想としては、例えば2.26事件における精神的指導者で、ある北一期の表した日本改造法案大綱には、男女平等、男女政治参画家族制度廃止、所得累進課税の強調あるいは、 私有財産制限、大資本国有化、皇室財産削減などの当時としては進歩的な政策が並ぶ。また、この事件の主犯である磯部朝市によれば、日本の国体を天皇の独裁国家ではなく、天皇を中心とした近代的民主国家と定義した上で、現在は天皇の取り巻きによる独裁状態にあるとする。 日露戦争や大逆事件以前の日本を社会の閉塞感、国家と国民との隔たりを感じさせない理想国家として捉えている。北谷磯部が実際に思い描いていた天皇神聖とは天皇のもとに権力が一元化される。すなわち天皇のもとに議会があり、議会から内閣が発生すると解釈することができる。磯辺は天皇の取り巻きである重心や軍閥 政党や財閥などが独裁を行っていると言っていることから彼らから権力を取り上げ国民の手に権力を戻すことが必要と考えていたと考えられる。彼らの思想は国家社会主義と分類、紹介されることが多い。しかし治安維持法廃止までも掲げられていたことによりむしろ軍部単独による階級闘争、暴力革命、非合法手段、 強権行使に頼った日本式社会民主主義とも言える。さらには、反特権階級、反財閥、果ては、社会主義や日蓮宗の思想までもが混然としていたと、される。2.26事件の後、広田内閣が設置した思想反保護観察所の一覧。このほか、仏教会等も思想反保護観察団体であった。2.26事件の鎮圧の後に、 思想犯保護観察法が制定され、昭和維新を掲げる政治団体や行動派と密接なつながりがあった宗教団体への取り締まりが強化された。ただし、経済政策については、統制派と緊密な関係を築き満州国で実務の第一線に立っていた革新官僚、岸信介が北一期を評価していたこともあり、外地でいくつか参考とされた。 ありがとうございます。